はい、簡単にやっていきたいと思います。どうもカビです。最近なんか自己紹介しなかった気がする。まあいいや。今は、夏の県大会1回戦勝ったことね。キネトの弾道が4になった。夏の県大会が、1回戦終わったところで次2回戦です。さて2回戦はどこが来るのかな、どこが来るのかな。2回戦 E ランク来てほしいな。 E ランク E ランク来ないから E ランク D か。さっき D って言って、さっき1回戦も D って言って C 来たからね。どうしようかな。1年生出したいな。1年生やっぱり1年生を出してね、勝っていきたいよね。やっぱり高浜さん行こう。なんで舞妓がいつも出てくる。舞妓行こう。お前そんなお前ピッチャー行きたいな。行かしてやるよ。お、リーファーが打ってるから、じゃあリーファーを使ってあげましょうか。でマリカセカンド、そんなとこか。よし、じゃあ打順は誰注目でしたっけ。映画浜か。こんな感じか。よし行こう。レッツゴー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 。 D ランク来い。 D ランクとか E ランク来い。 E ランク、あでも E ランク来てもね、幕張電工、幕張水産ってのもあったよね。高校チーム、お、気持ち悪いユニフォーム色だ。緑色のユニフォームだ。気持ち悪い。よし勝とう。気持ちいいからな相手は。お、 D ランク、投手力の高いチームです。いきなり3点取られてるじゃないですか。投手力高いチームでいきなり3点取られてるじゃん。なんだこいつは、なんだこいつは。ナックル、なんだお前その笑ってんだ。で何されたの。強くないこいつ。うわ、ホームラン打たれてる。古田にホームラン打たれてる。打率1割3分2厘。ホームラン、初ホームランじゃないかお前。甲子園、公式園、公式戦じゃなくてヒットエンドロン。セーフ。わざとだからね今の。よしいけ、川浜さんここで一発ホームラン。ボール球打つな。ちょっと待とうぜ。カーブやばくない。カーブちょっと打てないんだけど。やばい、5点はやばい。ちょっとやばい、やばいやばいやばい。 OK、 こんなとこで負けられないからね。OK のあと1、3塁。リーファーなんてもうすぐ変えるからねお前。もう無理だ。もう変えよう。あと他で出てない。オッケーオッケー、ちゃんとしたメンバーだ。ヒットエンドラン。オッケー、1点返した。トツカ、意外とねこんな D ランクに苦戦するとは思わなかったね。ピッチャーが打たれすぎだね。オッケー、こういう打てるチームだとね、ピッチャーがもし打たれても挽回できるからね。ピッチャーも気楽にできる、打たれてもいいっていう気持ちで、まあ、本当に打たれたらダメなんだけどね。流そう流そう。カーブがいいね、このカーブが。 OK、 弾いた、意味ない。ただ ここでキリト君、キリト君は帰れないからね。キャッチャー、もうキャッチャー A なのに全然ダメじゃん。打たれてるじゃん。しっかりしようぜキャッチャー A。 打ち方に雰囲気あんな。そして打った。キリト、いいバッティングを見せました。しかもキリトって音声あるんだよ。音声あるんですよね。音声あるんですよねってなんか変な感じ。音声あるんだよキリトって。お祭り男、ファイト。お祭り男か。お祭り男は使えるのか。よし、リズベット。ピンチ
全員使うからね、ここでもう。静止郎。熱血。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。ミスった。ミスった。危ねえ。転がせ。いけいけい。静止郎来年出さないからベンチでいいな。ベンチ外でいいな。来年あんまり使う気ないし。というわけで次から折本をあげよう。OK。ナイスバッティング。森本打ちだけ、打ち気だからね。魔物要員で入れとこう。追いついた、追いついた。まさかこの回で5点取れるとは思わなかったわ。お、ナックルピッチャー出てきた。出てきた、出てきた。出てきた、出てきた。やばいぞ、こいつ。こいつ、ああ、やばい、こいつ。やばい、やばい、やばい。俺はでも前回ね、ナックルピッチャーの対策をしてたんだよ。作戦待て。ナックルはね、大体ボールだからね。待て作戦を使うしかないね。もう待て。ほら、ナックルはボールだ。待て、待て。おマーク、待て、待て。追い込まれるまでは待とう。オッケー、フォアボール。ほら。この、ナックルピッチャー対策は、せっかくしっかりしてるからね、ナックルピッチャー対策。ほら、ほら、ほら。お、押し出しじゃない、押し出しじゃない。ナックル、来い、ナックル。あ、それか。もう、もう打つしかないね。ああ、ナックルだ。一回普通にやってみよう。普通に見逃してくれてんだよ、ナックル、このボール球を。お？お？お？ファーボール。魔物、魔物、魔物。いや、魔物はまだいいでしょう。まだ使わないでいこう。こいつバカだから積極打法っつったらボール球なく振りそうだな。振ったね。バカだったね。ストライクのナック見逃してボール球なく振ったからね。ピッチャー8番になった。よし、頑張ってもらおう。8番に、あとはあとはもう8番に任せるよ。セカンドいける。ナイスプレイ。キャッチャーからセカンドに転向してね。ヒットエンドロン。ヒットエンドラン、一二塁間の当たり。ここはファインプレーに阻まれました。ツーアウトです。8番守るか。やっぱ8番はやっぱり振らないね。振ったね。振らねえって言ったら振ったわ。ボールダウンナックルを振ったね。ボールダウンナックル振ったね。また振ったね。ボールダウンナックル。どうしたいんだろうナックルピッチャーって。慎重打法で行ってみるか。あ、ピッチャー変わってる。ナックルピッチャーじゃない。なんだこれ、何ピッチャーなんだこいつは。なんか、微妙だな、ピッチャーだな。クックが、はい、ピッチャーだね。なんだ、セカンドの守備すか、低いのかな、あの感じ。投げ方変だし。やばい。内角中心。いいよ、内角にスライダー投げてこ、スライダー。オッケー。多いのか、萩のか、わかんないけど、牽制。進化、いいね、いいね、今の進化は。奪三振4つ取ってんね。ウェイ、5つ目。膝元のスライダーね。ここで魔物使うか。使おう。ここだ。使い時はここだ。クックが早いからな。ヒットエンドランやめとこう。言っとくけどね、三振だけはダメだよ。OK。トツカトツカ。黄色い線。オッケーオッケー、いいよ。オッケー、ナイスバッティング。魔物全然関係ないね。オッケーオッケー、いいよいいよ。ホームランじゃなくてヒットを狙ってこう、ヒットを。ヒットを打ってこう、ヒット。
ッケーセーフナイスナイスフルダースチョイスここで切りとく3打数1安打引っ張れ引っ張れオッケー落としたでもサードやばい間に合うかセーフアウトかアウトかお任せ8万8打点もしてんだ落とせ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 あー落とさないかこれで2アウトランナーは1塁2塁変わります究極の思考流し打てファーストゴロでもね、実際ファーストゴロを弾いてもあんま意味ないけどね。でも俺は引っ張れてヒットが出ると信じてるわ。あんまり魔物関係なかったね、今回。低め。いいね、進化。こいつ、0割6分1厘、ホームラン0、打点0ってやばいな。あー取れないか何やってんの何やってんのお前バカが一条楽はなんか走ってただけじゃんもうただ頑張ってくれオッケーナイスな8番まで回そうぜ魔物持ちの8番まで回そう OK ナイスバッティングの交代ヒットユイナイスバッティングです4番小野寺ヒットエンドラン1、2塁歓迎ここはファインプレーに阻まれました2アウトです引っ張り引っ張り切れたか今日ホームランゼロかてか今大会ホームランゼロだねおホームランゼロってこれ打つような気がするなこれ打った打ったボールは中継ユキいいバッティング6番戸塚引っ張れ引っ張れ戸塚ホームラン地味に3本打ってるからねおボルダム2つ今お前今ボルダム2つ至急拒否だほうここでホームラン打つ至急拒否してホームラン打つってそれはかっこいいそれはまあ許すそれはまあ許すわそれはボール球振るわだってホームラン打つだもんねホームラン打つためにあえてボール球振ったんだね去年キャッチャーから転向したセカンドで転向したイロハスそして立花も先輩を尊敬してねキャッチャーから転向したんだねキャッチャーからセカンドにピッチャーキリトピッチャーじゃないバッターキリトくんキリトくん二刀流の選手が来たらキリトって名前つけようかなと思ったんだけどもう谷繁でいいやと思ってお来た来ました魔物ほんまに回ったね8番まで魔物が使いたかったんだよ魔物が入る入る入る入らない落としたね落とさないね何の意味もなかったね、目の魔物。よし。米殺す。スタミナをすごく上げる。守備にすごく気合を入れる。低め中心。まさかあの5対0からね、ここまで逆転するとは。負けると思ったもん俺。大沢誰だ大沢ってまた大沢か大沢追いかける大沢大沢取れよ大沢誰だだから大沢ってあ大沢お前だったのかもう今のリアルのお前だったのかな私だお前だったのかだったねほんまにリアルの OK 一条一条だから取れるね大沢取れなかったこれでワンアウトランナー低め中心ゲッツードロゲッツゲッツで取ろうぜ OK ノースピッチ143キロズバッと決まって3球三振3球三振じゃないね進化進化
シンカー、スライダー、シンカー、スライダー、シンカー、ストレート、はい、ありがとうございます。勝ちました。やった、勝ちました。よしよし、いいねいいね、上がる上がる。お、練習場申し込み遅いわ、この時に来てもね。よし、じゃあここで終わるか。見てくれた皆さんありがとうございました。さよなら。